誰だっけ、Gのお土産、パンダの帽子、アメ横のちゃんと使ってます。ツクミです。タッタンです。 G です。ダナチです。ポンです。はい、今日はこれですね、マンホールに、このスプレーを巻くとゴキブリがすっごい出てくるという、よく動画にあるんですけど、実際に出てくるのかどうか、これは検証したいと思います。では、行くぞ。痛くないです。ゴキブリ嫌いな。食べますか。食用かけますか。どうぞ。行きます。失明するわ。失明するのこれ。失明するんじゃない。行きます。あー、ゴキジェット今んとこ出てきてる。すごい出てくる。ゴキジェットが強力すぎてみんな死んじゃったみたいな。こんなんじゃすぐに死んだから。正当なやつかな。もうちょっと行ってみましょうかね。これラストです。はい、出るかな。何が出るかな。ゴキブリじゃなくてもいいから出てほしい。んーで最後出たのにびっくりする。最後はやっぱ鳥で。確かにね。何だよ、撮ってんのにさ。失礼したいなって思って。ゴキブリが死ぬやつです。こっから出てきたらやばい。結構やんだけど、この引きりないですね。ごめん、G、ちょっと、もし G がゴキブリだったら、ちょっとこのさ、道路の真ん中だけどさ、どうなって出てきて、G だけに。もしゴキブリにゴキジェットが、襲ってる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 よ。という形で、ゴキブリが出なかったので、次は渋谷に行きたいと思いますね。はい、でっかいゴキブリがいましたね。でっかいゴキブリですね。でっかいゴキブリがいいなと思った人はチャンネル登録。渋谷のゴキブリぜひ見たいなと思う人はよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ゴキブリだ。死んだ。ゴキブリ。